それで一応関係者のまあ基本ができたってことだよ。これ書かなかったけど、そこにほら148ページでこれでもう関係者を理解しながら問題解こうみたいなことになってるわけだよね。そうするとさ、やっぱり大事なことはこう基本っていうものをいつも自分の中に叩き込んどけなきゃいけない当たり前だけどな。だから148ページが基本なんだけど関係者の基本中の基本だけどまあ知ってる子はもう楽勝だろう、これ148よな。関係者できてるやつだな。 けど、まあ、俺は一応みんなができてないと思ってしゃべるからくどいぞなこの講座はそういう講座だからな分かってくれなだからできてないんだったらやっぱりこれ1回で終わらせずにやっぱり何か復習すべきだよね復習していつでもこれが入ってる状況だったら149ページは楽にできるでしょうで偏差値50ぐらいまあいくってことでしょう、ねまあ、そういうことなんだよ単純だけどね。そのために復習があるわけで。分かるかなだからまあここまで言ったからもう復習の話するけどさ ね、もうちょっと専門的にしゃべるけどさ、一応予備校なんでね、ね復習はこうやんなさい、予習はこんなんなさいみたいな、ダサい話はしないわけですよ、まあ、ダサいんですよ、ね、僕から言えば、かっこつけてますけど、すみません、ね。って、なぜするかなんですね、前回みんな予習してくれたじゃん、な、そして授業受けてくれたじゃん、この時予習ってなんかけわかんないわけね、まあ、とりあえず問題解いていこうかとかね、そういうノリでいいんだよ、で授業受けるじゃん、そして復習するんじゃん。 多分この復習もどうしていいかよく分からないよね。ただ、なぞってるみたいな役、ね、を、ね、ノートを眺めてるみたいなさそれでまた予習してくるわけよね。ねで今日、授業してるわけだよね。けど時間で経つの早いでしょ、ね、先週、初行日でた谷どんなやつかなどんなおっさんなんだよから始まっては、ね、今もうここまで来てちょっと慣れてきてるわけわ、ね、サッ作家好きのなんかおっさんじゃあみたいな、ね、こういう感じでしょ、ね、もう早いよこれで1学期と、ね、2学期で、ね、22回もなるんだよ。22回も だから書き出したらすごいよ、予習授業復習、予習授業復習って、22回ということは、たぶんこの教室を一周するわけですよ、ぐるーっと、ほら、俺が一周してもしょうがないけど、そういうことですよね、ぐるーっと回って、もう一回来て、春夏秋冬、春,春が終わり、ワールドカップもね過ぎ、日本は優勝し、ね。 夏が過ぎそういいいかかか甘それからあまあ秋が来て枯葉が落ち冬になり寒い冬になり非常にこう孤独感を感じながらね勉強してキャンディーロックを受けてそして、えー、最後の予習春夏秋冬とあってほら最後の予習のことをなんて言うんだよこれ聞きたいんだよ君たちにとってこの1年間のラスト予習をなんて言うんですか受験って言うんだよね そうだろう違うかだから、ね、から予備校っていうところは、ね、シンプルなんだよね、非常にね。もうラストの予習は受験だよっていうところからスタートするわけだよねだからなんどうやってうちらはやってるかというとこのパワーをベストにしてこれを取りたいからだよねこれ何ですかこれ言えなかったらもうあれだよ。もう回し蹴りからラリアットいくよ。ね <laughs> ね、絶対あの2文字だよなもう,もう分かりきってる書くのもおこがましいみたいなねもう書いたらなんかこうなんかありがたみが薄れるみたいなほら合格だよねこれが欲しいからやってるわけだからつまりじゃあこれどうやって取れるかっていうとカンニングしちゃダメだから全てこれだよねこの力をマックスだよね最大値だよねこれにするためにやってるわけでなだから現役はねある勉強の仕方を根本的に変えなきゃダメよね期末試験でただこう訳を覚えて点数が取れるとかいうことじゃないんだよ そんんななのののは英語の勉強じゃいいいいですからね要はこの力をつけていけてばいいんだよ、ね、先週も言ったけどさでしょそしたらさこう考えてみこの予習のパワーを A としてまあ昨日やってもらった予習のパワーを B としたときに A と B が同じじゃつまんないだろ違ってなきゃいけないよねどう違うの ?A と B 比べて数学的に表してみろな俺が荻野だったらこうするね,ね,ねこうだよねこういう不等が成立しなきゃいけないよね A のパワーより B のパワーが上がってなきゃいけませんよね。ねこれが勉強してるってことだよね。こ,こうなってたら悲劇ですよね。で <laughs>、そういうときは、をぶち殺してください、もう、ね、俺はやめます、潔く、ね、これで、ね、温泉研究家になりたいと思います。ねいい 次のコースが俺温泉研究家あるいはねヒデですあ無理かそれを見てねヒデって言ったけどうしかったのはこれさっきもらって新潟の生徒に言ってみるもんだよね去年は新潟田舎だ、田舎だ今来たんだよねそして新潟の女の子が4人来てて全部東京の大学受かってでこれは中田ネットね知ってでしょみんなここ有楽町のほらあの国際フォーラムにね中田がほらあのあの中田ネットカフェっていうのを作ったんだよ作ったんだよ中田と渋谷やることだよね 英語で見る。Let's make friends from all over the world.Welcome to Japan.get <laughs> it?Let's make friends. 一緒に友達になろうね。from all over the world. 世界中から来たみんな。Welcome to Japan. ようこそ日本へ。要するにほら、もうワールドカップで今、外国人いっぱい来てるじゃないですか。ね、だから、日本がわからないとか、ほらいろんなこうあるじゃないですか。それをこう中田ネットカフェがほらいろいろほらあのアドバイスしようみたいなこう喫茶店ができてるわけよな。東京フォーラムに。ほら やっぱりこういうことってすごいどんどんやればいいよねやっぱりねみんな忙しいからできないと思うけどせっかく世界中の人が来るわけでフーリバン学ばっかり来るわけじゃないよね,ね、まあ、だからやっぱりこうそういうのができるといいと思うけどね今朝の NHK ニュース見てたらね鹿島あのアントラーズがある鹿島ね六6月5日がね休みなんだって学校小学校中学校全部。 そして何をやるかというと、まあ、なんかドイツとアイルランド戦があるらしいんだけどその時にもうなんかこう国際交流を図るためになんかいろんなことをやろうみたいなほら、ね、渋いよね,ね、6月4日、分かるフラッシュバックあんだよね、休みでしょ、この日、ね、日本対ベルギーだもんね俺これもうやばいよ、これ。6時半までだよベルギー戦6時からだよお前ら来ないでしょ。 俺ゼロでやりたくないもんね、はい今日授業しましょう、ゼロ、<laughs> ゼロ、ね、ゼロですよね、だ休みでしょ、この日、ね、理事長、と言ったら俺、クビになっちゃうけどね、これ、ヨーロッパやね、南米だったら絶対休みだよね、大体いい、機能しないんだって、ね、国がね、銀行業務とかも機能しないで、みんな休んだって、ほら、ヨーロッパとかアフリカとかねあの、南米だったらね、まあ、日本は、まあ、そこまでサッカー文化浸透してないからね、ねあるんだよな、どうする テレビ持ってくしかないろこ,こに,のんになっちゃうけど俺もあこれをどう解くかがもう最大の問題ですよねねフラッシュバック一学期のね今、まあ、どう盛り上がるかですけどねここはねえまあお前ら一人ぐらい来いよ多分半分ぐらい休むと思うけど全くくそ俺は休めねえまあいいやそこで怒ってもしょうがないねということでよねね A と B の力を上げていかなきゃいけないって話をしたわけですねわ、ね <laughs> ね、かりますか めちゃくちゃなまとめ方ですけど、けどまあ、永田、いいことやってますよね、さすがですよ、ね、本当はお前ら大学生だったら、こういうことでね、大学生が使うとほら、外国人の友達になったりして、ほら、いいんだよ、すっごくいい機会だからね、いいんだけどね、なかなかそういう機会ないから、ほら、ちょっと返せなんだけど、ね、とにかく、A が B より大きい、B は、C は書いてないけど、C より大きい、こういうことだよね、C は D より大きい、こうやってほら、一回一回やっていって、最後のこのパワーがマックスになって合格ってことだよ。 ね、僕らだったら1学期と2学期だけだったら22回だよ回顧衆とか登記とか入れると30何回とかさなるわけだよそれでもう上がっていくから僕は本気で1回で偏差値1ぐらい上げるつもりで来てるからねねまあそんな具体的には出ないけどさ30回やったら30上がるわけですよ本当それぐらいは上がるんですよトータルで言えばねそのために予習や復習をしなきゃいけないってことだよねそうするともう簡単に言おう方法論としてはね多分こういうことになると思うんだよ予習をやるときはまずね解いてみることだよねこれはみんなやるでしょ その時にねきついとは思うけど、まず最初は辞書なしでやってみろ。な。使っても1回か2回ぐらいで制限してやってみろ。ね。無制限に引くな、最初から。理由は簡単だよね。この時に辞書が使えないからだよね。やっぱ本番をシミュレーションして、今からやっぱりやるべきなんですよ。ね。予習っていうのはね。それをやらなかったら、急に模試でできないって言ったって、それはできないですよ。普段からやってないですから。 ないい J リーが俊介なんかいつもパス出すときにもう実践を想定してパス出してるから昨日みたいにいいパス出せるんですよ。ね偉いじゃないですかな、ね、投資がなかなか選んでくれなかった昨日結構出してる自分をね。ほ感動しました昨日俊介には。で、2番ね。で、その時はねあの、今度はね、考えるってことだよね。考える。ね考える。考えるわけよほら。今度は辞書使っていいから。ね辞書ね ?OK です。ね使っていいから。自分でこう じっくり考えてみようその時に今までやったことをどれぐらい使えるかなんだよねこれは復習と関係するけどさなで時間も無制限でいいからこっちは時間ある程度決めてあの早めにほら試験っぽく解くんだよ時間制限してねでこれで出てきて授業 OK なんだけどもっと頑張れる子はあの訳すね特に現役であのもうこの授業1本にかけて偏差値60超えてなんとか受かろうってやつ十分です OK ですそうやってあの期待してください そのつもりでやっていきますから、その代わりできるだけこの授業から吸収してほしいわけで、そしたら訳してもらいたいんですね。全訳だよ、全、ね、で最初は全訳するの大変だと思うんだ、ね、できないと思うんだけど、できる範囲でいいから。なんで最初できないかというと、訳し方を今教えてる最中だから,ほら、今いろんな文法的な考え方を教えてる最中だから、特に1学期10回中5回ぐらいまでをやったことを吸収しないとなかなか訳せないんだよね。だからもう本当、できるところだけでもいいから、やってこいよで。だんだんできるようになってくるから。 それから先週フェイスってことを言っただろ、みんなにほらフェイスしないとダメだって言っただろ、ね、自分ができないことが見えることが大事だって言ったでしょ、そうするとやっぱり自分で訳してきたら何ができてないかはっきり分かるんだよ、ほら訳さないでただ僕の授業だけ聞いてると確かに分かると思うんだよ、ね、こうやって説明されたらああこういうことかって分かると思うんだよね、けどやっぱり自分で本当に訳してきてれば何が分かってない、何が分かってるってことがはっきり分かるだろ、それがやっぱり伸びるんだよね。 だから時間はかかるけど、さ、訳すとさ、ただそれだけまあ売るものもあるわけよね,ね。特に君が国公立の二次考えてる子だったら、特にやっぱり今からこれはぜひやったほうがいいでしょ。知事立ってやったほうがいいんだよ。ねまあ、この辺が基本的な予習のラインですね。それから復習はね、理想を言えばね、やったことがね、ねこれ理想だよ、すべてね、次で使えるってことだよね。これが復習をやる理想なんだよね。 まあここまでかって思うかもしれないけどここの意識改革はかんなきゃいけないよけどこれが超理想だろう復習のほら授業でやったことが全て単語だけじゃないよ文法的な考え方解放に至るまでねす全て次で使えたらこんな頭脳持ってると理想だよなコンピューターみたいな頭脳だよな一回,一回コンピューターにインプットしていればあとは全部それをもう出しちゃえば使えるってやつだよねだ人間はそれほど頭良くないからねなかなかそうはいかないんだけどそれが理想ですよ ね、分かるよねだってここで、ね、できなくて授業で分かったこといっぱいあったよねだから本気で復習するとものすごい時間がかかるんだよだけどそれはいいんだよそのかかってる時間は伸びてる時間だからねつい込むに値するんだよそしてそれが次に出た時にほら予習で出た時に、ね、分かったらこのパワーは絶対上がってますでしょねけどそんなに単純に出てこないんだよ受験っていうのは何が出てくるか分かんないからつまりここで覚えたことがだいぶあとで出てくることは十分考えられるよねでもちろんここで出てや一番ありがたいんだけどほら これは1年後だだとしたらやったことがべて次で使えるためには早く自分の中でやったことを定着させる必要があるよねで定着させるとしたらもうこれは多分繰り返ししかないんだよね繰り返しねほら1回じゃ誰だっては忘れちゃうわけよ、ね、何回か失敗しながら繰り返して分かっていくわけだよねだとしたらどうしたらいいと思う僕はねできる限りいつもね 初めからやればいいと思う、初めからやる。復習をね、つらいよ、つらいけど、楽だよ、変なこと言いますでしょ、本当は楽ですね、どういうこと、初めからやるっていうのは、つまり今日授業やって、ほら、復習やるじゃん、大体の諸君が、まあ今日やった授業の復習をしましょうで終わっちゃう、違う、俺は違うね、俺はこっからやるね、こっから、ね、理由は簡単で、ここでやったことも次で出てくる可能性があるし、1回、2回じゃ覚えてないからですよ。 でまた来週予習して復習するでしょうその時もこっからやるねだんだん膨らんでくるから大変なんだけどけど一学期の始めってさすごい丁寧にやってるし本質的なことをやってるからそんなに量多くないよねかつすんごい大事なことやってるわけだよねだとしたらそれは繰り返せば繰り返すだけ本当にこう力になってくるわけだよかるかな映画映画特にわっきわかんないやつはさ力になるわけだよだからわかんないやつわっきわかんないやつもう騙されたと思ってもいいからだましちゃないからいつもこっからやってみろ 頭からやってみる。それを5回ぐらい続けてみろそれができたら1学期の前半戦はもう OK ですバッチリです勉強としてはバッチリです、ね、いいちょっと頑張ってみな、それでもう 1, 1ランク上がってるから英語力がそしたら、ね、英語を、ね、やることが、ね、かなり楽になってくるからそしたらそんなに苦労してそういうことを復習しなきゃっていうことが、ね、な,なくなってくるから楽曲の選手もだけど楽しくなってきたら勝ちだからね。その辺までは頑張ることだろうな いいまあいうことで分かったか復習はいつも頭からやる予習は一応この段階を考えてやってみてくださいねまあ大変だけどできるだけそうやってごらん例えて言えば同じ練習しても早く伸びるやつと伸びないやつがいるってことなんだよね中田秀ねあるいはベッカムねあるいはバッジを誰でもいいじゃないですかそういった人たちは同じ時間練習しても早く伸びてるわけですそれはこういう目的意識をはっきり持っていてやるべきことをやってるからなんです それがこういうものも何にもないでただヘラヘラと練習ばっかりやってるやつは同じ時間やっても伸びないんですよね。まあそういう風になってるんですよ。だから俺が鬼コーチ、トルシエ。ね。ちょっと違うけどまあいいや。鬼コーチ。だからこうガミガミ言うから、それについてきてみるよね。ね、えー、こっちはプロだから、もうそうやって毎年毎年引っ張っていってるから。ね。ね。大丈夫だから、彼が。まあいうことで、ちょっとこれぐらいで話やめるけど。な。じゃあ。 後半戦、ね、文法終わって予習の仕方もある程度分かったところで41ページをやりきって終わってみましょう。ねまあ、微妙30分だからギリギリだけどやるだけやってみましょう。ね、中央大学法学偏差値で60ちょいぐらいですか。ね、60ジャすぐらいですか。ら